県内は昨日の春の暖かさから一転し、冬の寒さが戻りました。この後、さらに気温は下がる見込みです。県内は上空に寒気が流れ込み、各地の気温は昨日より大幅に下がっています。午前11時の気温は仙台で 4.6 度、古川で 3.6 度など、冬の寒さが戻りました。仙台では昨日の最高気温より15度ほど低くなっています。この後も気温はさらに下がり、午後には西部を中心に雪となる見込みです。夜遅くにかけて路面の状態の悪化に注意が必要です。